からなるべくね撮影に歩いたんです。なるほど、うん、車は持たないで、車は運転できないから歩いたよ、ほとんど。なるほどなるほど。ハイバルからね、富城ハイバル、あの辺はもう1週間に2回か3回行きましたね。その時の撮った写真が残ってるんですよ。なるほど。常にこう歩いて、現場を歩いて、庶民、あとバスで。バスで、なるほど。その庶民の生活をずっと撮り続けていたわけですよね。いや、それが原稿の元になったんじゃないかな。なるほど、なるほど。名古屋なんかでもバスで名古屋行って、あそこで旅館で一泊してから、あと、やっぱ場所をつなぎつなぎして、ヤンバルの撮影をやりましたからね。じゃあもう本島内はくまなく歩いてるんですか。歩いてるわけですか。離島とかも行かれてるんですか。うん、その後に今度は宮古や今行くようになって、じゃあもうバスと徒歩でそうずっと撮影、あそこでもやっぱり歩いて、なるほどなるほど。僕は撮影ずっと撮り続けたのは45、6までだからね。なるほど、30から40。なるほど。その間がだから健康のもとになってるんでしょうね。なるほどなるほど。考えてみたら、なるほど。結構重い機材ですよね、機材かかる。気がついたらあんた90でしょ。そうですよね。自分でも信じられないですよ。もうあのシベリアから引き上げた時の骨とかあのね、もう栄養失調2期、そう、もう長年の僕の習慣でね、カメラを持ったらもう真剣勝負だからね。なるほどなるほど、やっぱりこう集中するものがあるというのは違うね。なるほど。これも写真年齢に発表したかなんか。なるほど、かわいい。やっぱりあるからカメラを手にするとね、規模が違う。なるほど。どんなふうに、今までデレデレって言ってもね、緊張、子供が通るよって彼がね、合図してくれるとね、カメラを持ってベランダに出てくるわけですよ。今も今も、うん、へえ、なるほどね。やっぱりそういうそういうものがあるっていうのはまた人生のこう長年の習慣だろうな、